はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチョビットはやっていきたいと思います。ちょっとね、本当今日の動画はジャパンカップ準々決勝の動画にしようと思ったんだけど、準々決勝がなんかあまりにも、まあ、あっさり勝っちゃったんで、このアスカリア奈良戦ちょっとつまらなそうだったんで、この試合にしました。でね、この N1 リーグ最終節、浅草サンダーボルトはね、ほんとマジで大事な試合です。はい、今の N1 リーグの順位表を見ると、リマス大阪が1位で、ノートレーニングマが2位で、勝ち点の差が2ということで、まあ何としても勝たないといけない試合なんだよね。勝たないと優勝ができない。で、リマッセが、アスカディア奈良と戦うんですよ。で、アスカディア奈良とのホームで1対1引き分けてんだよね、リマッセが。なので、リマッセが引き分けか負けで、うちが勝ったら、まあ、優勝することができるというね、ことなので、何としてでも、勝ちたいと思います。得失点差はね、33でも、本当完璧なんで、こっちの方が勝ってるんで、本当この試合、何が何でも負けられない試合です。はい、それでは、試合開始。勝率は 34% で、一応、こっちの方が高い。けど、って感じだから、勝てるか。勝たせてくれ。相手選手見ると、まあ、スタミナあるな、結構。まあ、でも、普通に強い気もするけど、どうなんだろう。え、日野奪われたら、まずい。日野がね、ほんとね、そこら辺で奪われちゃうと、もう後ろが多分何もできないんで。まずいよな。危ねえ、ナイスキー8。まあ、どれだけ点取れるかなんで。ちなみに、あと、今のところのね、リーグ戦の得点数と失点数見ますか。78得点、45失点っていうね、ね、チーム、リーグで一番得点取ってるけど、2番目に失点が多いチームですね。はい。で、リマスが今1対0で勝ってるらしいけど、まあ、奈良に頑張ってもらいたい。マジで、アスカディア奈良、頑張って、勝ってくれ。ジャパンカップで奈良に勝っちゃったから、じゃ腹いせとして負けるかもしんない、奈良が。これはもっとなんかオルマいっていいけどな。オルマいないのに、クロス上げたからな、今。もったいない。お、かわした？いいんじゃない？打て。あ、これも、決まった。よしよしよし。1対0。まず分かったね。いや、こっちが勝っても向こうが巻きか引き分けじゃないと意味がないんだよな。いや、当然だよね。まあ当然だろうと言ってるけど。いや、かわしたのが出なかったね、これ今。さすがです。いや、でも2マスが2対0で勝っちゃってんだよ。え、奇跡の優勝ならないか、これは。もうちょっと日野をね、何、最初から出してれば優勝狙いたんだけど、なんかできたんだけどな。多分。いや、でもまだ分からない。なら頑張って。よし、シュート打ったか。そこから。すげえ。でもな、この浅草、これ、なんて、サンダーボルトか。もうスタジアムなんかいいよね、この。ちなみに、なんか、提灯がでかいやつがあってさ。あそこから選手入場してくるのかな？どうなんだろう。右見える？なんかさ、よくお寺とかにあるさ、あれがあるよ。あれって、なんて言うんだ。なんか、でかいコップみたいな。お緑、クロス。これはもう、合うでしょ。黒岩。いやー惜しい。山田あるぞ。グループ。いやー相手ゴールキーパーなんとか触ったね。キッカー小山なんだね。昨日。いやー、合わない。惜しい。試合終了です。試合終了です。前半終了です。途中経過見ましょう。もうこれはもう優勝無理ですね。リマス3対0で勝ってるんで。くっそー。優勝無理だったかー。もうちょっとなんかさ。早く、なんていうの。アスカディアなら頑張ってくれよな。ちょっともうちょっと期待させてほしかった。もう今回の動画もうここで終わりでいいぐらいなんだけど。いや、1位に取られた。1位強いな、1位。結構お世話になってる。
日のが上がっていいパスを出してくれ。まあまあ、ね、取られたけど何回でクリアしてくれたわ。なんかああいうのあるよね、全然クリアしなくていいところを普通にクリアするっていう。ちょっと2点目欲しいな。2点目ないと危ないよ、普通に失点簡単にしちゃうんでね。僕取ったか今。いや取られるか。大好き大好き。ね、日のここからどうするかなんで、お、いい展開じゃない俺は。もう地味でいくか。おクロス上げて小山が、いやーナイスゴール、素晴らしいです。まあでもまだ2点差じゃ何が起こるか分かんないな、正直このチームは。3点目を取ってもらいたい。山に吹き、なんか聞いたことないな、この浅草の後ろの方の選手たち。え、クロイツは、ね、知ってるわ。一山盛りラーメルは見たことあるけど、でもあんま強くないのかな初期戦。あ、でもゴーベスは強いな。ちゃんとクリアできるか。できないですよね。いや、オフサイド、よかった、助かった。なんだ、いや、ファール、ファール、退場、退場。そう、ちなみにあのね、ジャパンカップ準々決勝でね、奈良の選手が退場してくれたんだよね、一人。退場してくれたんだけど、うん、なんか、そんなすごい点取ったわけでもなく、終わったね。取って、ナイス。いや、今黒岩の体の使い方うまかったけど、ちょっとボールが行き過ぎちゃったな。お、こうした。お、黒岩に渡せって、無理やりシュート打った。いや、なんかこぼれで入らないか。いいよ最後忙しい。まあでも2対0で、勝利と、優勝することはできなかったらしいですね。いやー惜しかったな。もうちょっとなんていうの、ここ多分ね、最近マジで負けてないんだよ。あいつはなんかハイライト見ちゃったね。どこ最近は、いや、キャピタル東京、あれだ、これ第一節とかで。どこで負けたんだ、これ。最近は本当に全然負けてないんだよ。4-0。あ、これ今マッセに負けたのか、あと。浅草サンダーボルトに、最初、何第10節。第10節、第11節のここら辺ちょっと痛かったね。なんかここら辺の試合でなんかね、最後の方取られちゃったんだよ。つくばにも3対5で負けてんの。ちょっとここら辺がちょっと痛かったかな、序盤戦の。8、9、10節。8、9は勝てるけど、8節、10節、11節。まあ、ここら辺でちょっと勝ち点積み上げられなかったのが、ちょっときつかったかな。もうあと第4節もキャピタルだけで負けてるし。って感じですかね。いやー、これ優勝ね、いけたな、これ。もったいねえ。てか、リマスもっと負けろよ。強すぎるんだよ、お前ら。まあね、一応来年はアジア、CT、アジアチャレンジする時も出るんで、ちょっと、選手層が薄い、ちょっとうちのクラブはきついんだけれども、まあ、頑張っていきたいと思います。次回の動画は多分準決勝もこれ勝つんで、準決勝勝ってれば、決勝の動画になります。ご視聴ありがとうございました。